つまり男性は探しに行くのが役目、女性は呼び込み、そして与えられたものを育てる役目があるということなんです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は今更聞けない恋愛での引き寄せの法則の基本、これで彼を確実に引き寄せられるというお話をしていきたいと思います。3つのパートに分けてお話ししていきますね。まず1つ目が基本、そして2つ目が極意、そして3つ目が引き寄せ方ですね。まず1つ目のパートです。恋愛での引き寄せの法則の基本になります。皆さん、引き寄せの法則の引き寄せるイコール自分が引き寄せなきゃいけないというイメージが強いと思います。それは少し違うんですよね。引き寄せなきゃとしていれば、それが執着になってしまい引き寄せられないんです。つまり引き寄せとは自ら引き寄せるのではなく、向こうからやってくるといった感じですね。魅力があるから引き寄せられるという感じです。魅力があるから引きつけられるといった方がいいですね。引きつけられるイコール引き寄せられるといった感じなんです。要は引き寄せられるは、魅力の引き寄せるの方なんですね。ですから恋愛でも自ら引っ張ってきて引き寄せるといった感じではなく、自分の魅力で彼が引きつけられるといった感じなんです。これが恋愛での引き寄せの法則の極意なんですね。彼の腕を無理やり引っ張ってきて引き寄せるという意味ではないんです。外の世界に何か仕掛けるというわけではなく、自ら自分のエネルギーが魅力的になって、必然的に彼が自ら近づいてくるといった感じなんです。便利な法則ですけどね。それを踏まえ、2つ目の彼を引き寄せる極意をやっていきたいと思います。男女関係は花とミツバチの関係に似ているんですよね。陰陽道ではこのようなものは全て陰と陽に分かれます。男性は陽プラス、女性は陰マイナスに分かれているんですね。花とミツバチの関係も同様で、ミツバチはプラスの電流を発しながらコミュニケーションをとっているんです。花は地面から伸びている影響でマイナス電気を帯びていることが最近の研究で分かってきたんです。ミツバチは花の色と香りを頼りに、花が発しているマイナスの電流を感じ取り、蜜を探します。そしてマイナスの電流に引きつけられて花に近づきます。一方で花はミツバチが飛んでくるとマイナスの電流をスパークさせて、ミツバチにここに美味しい蜜がたくさんあるよ、吸いに来てとメッセージを送っているわけです。このように陰マイナスの要素のある女性は、自分が追いかけるのではなく、まず誘い込む、育てる、このような女性エネルギーがもともと備えられているということです。そして男性はミツバチのように陽の要素があり、追いかける、探し求める、提供するという男性エネルギーがもともと備え付けられているんですね。つまり男性は探しに行くのが役目、女性は呼び込み、そして与えられたものを育てる役目があるということなんです。なので女性が男性を探しに行ったり追いかけたりするのは、花が自らミツバチを追いかけているようなもんなんです。ですから女性は花がマイナスの電流をスパークさせ、美味しい蜜がたくさんありますよとアピールするように、女性としての魅力を磨きながら誘い込むようにすることが大切だということなんです。これが自然のあるべき姿で、追うより誘い込む、引きつける、そういうことが大切なんですね。なので追うより誘い込むという魔性的なところを作るといいわけです。つまり誘い込むイコール魅力的になるイコール魅力的なエネルギーを発信させる、すると魅力的な彼がその魅力的なエネルギーに引きつけられるわけです。同質のエネルギーがリンクしますからね。それを踏まえて3つ目です。3つ目のパートは魅力的なエネルギーを発信し彼を引き寄せる方法というお話をしていきますね。彼を引き寄せる魅力的なエネルギーを作るには、まずエネルギーをクリアにしていかないといけません。クリアなエネルギーの人に人は引きつけられますからね。逆に不足や不満、執着などのネガティブなエネルギーを発信していると、彼は離れていくわけです。ではどのようにしたらエネルギーをクリアにできるのかというと、4つあります。エネルギーをクリアにし魅力的なエネルギーを発信するための4つのステップです。ではやっていきますね。まず1つ目のステップです。1つ目は宇宙のエネルギーの周波数とリンクさせるになります。これはエネルギーをクリアにする時のベースですね。つまり宇宙のエネルギーに皆さんのエネルギーの状態を合わせていくということです。ラジオのチャンネルを合わせるように宇宙のエネルギーの周波数にチャンネルを合わせるんです。すると宇宙からサポートを受けられますからね。チャンネルを合わさなければラジオの番組が聞けないと同じような感じです。そんな宇宙のエネルギーの周波数とリンクするのは無の状態です。いわゆる無心と言われている状態ですね。いわゆるゼロポイントと言われるヒールドです。だから少しの時間でいいので、頭の中を空っぽにする状態を作ってほしいんですね。何もしないぼーっとする時間です。もしくは無我夢中になれる時間です。無我夢中になっている時間は宇宙とリンクしているんです。宇宙からのサポートを受ける状態はこのように皆さんが作っていけるということなんですね。そして2つ目のステップです。2つ目のステップは、まず自分のエネルギーをゼロの状態ですね。つまりクリアにしましたよね。そして次にそんなクリアになったエネルギーの状態の周波数を上げていきます。コップの中にオレンジジュースが半分入っていたとしますよね。そのコップに透明な水を注ぎ足してもコップの中は透明になりませんよね。オレンジ色のままです。オレンジジュースと水が混ざるだけですからね。要は先にコップの中をゼロの状態にしなければ、いくら透明な水を足してもクリアな状態にならないということなんです。逆にコップの状態がゼロの状態であれば、好きな水分を入れて好きな色のコップの状態にできるということですよね。つまりゼロのクリアな状態になって、その後コップの中に好きな色のエネルギーを入れていくといったイメージなんです。ではどうしていくかというと、皆さんの願望が達成されている状態っていうのはエネルギーの周波数が高いですよね。ですからそれと同じぐらいのエネルギーの周波数に上げていけばいいんです。同じ周波数のエネルギーのものが引き寄せられますからね。欲しいものをエネルギーで宇宙にオーダーするといった感じです。それは幸せを感じる行動をするといいんですね。小さなことでも大丈夫です。日常でどんどん幸せだなと感じることをしてほしいんです。常に心地よく過ごすことを意識するといいですね。ではそうするには3つ目のステップです。心の声、つまり魂の声に従って動くになります。宇宙からのサポート、つまりメッセージは心の声、魂の声を通って伝わってきます。ただ人というのは頭でものを考えてしまいますよね。せっかく心を通じて宇宙からのメッセージが伝わってきたとしても、頭でそれをブロックしていたんじゃ意味がありません。それじゃ行動に移せないですよね。だからこそ頭でぐるぐる考えずに、本当にやりたいと思う心、魂の声ですね、に従って行動するようにしてください。やらなきゃよりやりたいを優先するということです。そうすれば宇宙の力が後押ししてくれますので、勇気を出して心の声に従い行動し、前進していくとエネルギーの周波数は上がります。そして4つ目のパートですね。4つ目のパートは、願望達成までの道のりは宇宙の采配に任せるになります。あとは宇宙の采配に任せることですね。これはいつもお伝えしているんですけども、宇宙の采配にお任せしていると皆さんの想像以上のことを運んできてくれるんです。要するに目標達成までどのような道順をたどるかは宇宙の采配に任せることなんですね。例えばカーナビって目的地を設定した後、最大の道順も検索してくれますよね。だから皆さんは道順をカーナビに任せると思います。カーナビは渋滞を察知して最大の道順を検索してくれるからです。でもこの道しかダメだと限定していくと渋滞にはまったりして結局遅くなったりしますよね。つまり宇宙の采配はカーナビと同じような感じなんです。これしかダメだと自分で限定してしまうと遠回りになってしまうということですね。だからこそ道順は宇宙にお任せして最短距離を検索してもらったらいいんです。そして目の前の流れに乗り、やるべきことをきちんとやっておいてください。要はこれしかないと力まないことですね。願望を設定したら宇宙は最短であなたを目標に達成するように計算して導いてくれます。ただそれは一見見ると遠回りしているように感じるかもしれません。ですが長い目で見たらそれが近道だったりするんですよね。ですから願望を設定してなかなかうまくいかない時は、目標達成までどのような道順をたどるかは宇宙の采配に任せること、これを意識してみてください。まず1つ目は宇宙のエネルギーの周波数とリンクする。そして2つ目のステップは自分のエネルギーの周波数を上げる。そして3つ目は心と魂の声に従って動く。そして4つ目は力を抜いて、あとは宇宙の采配に身を任せる。そしてこの瞬間を楽しんでおく。この4つのことをしっかりやっていれば、皆さんのエネルギーは魅力的なエネルギーにシフトしていきます。そして願望達成できるんですね。つまり彼を引きつける女性になれるということです。ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。